野島 T リーグ3年目ラブオール、そうですね、相手強かったです、はい、ここまでのところの戦いについては、僕連勝とか全然考えたこともないし、一戦一戦僕ずっと同じことを言ってるんですけど、つまんないかなと思うけど、でも一戦一戦僕的には一番大事かなと思うんです。負けたら次反省して勝てるように、はい、それだけです。琉球アスティーラはすごくいいチームで、みんな雰囲気もすごく良くて、負けたんですけど次は勝てるようにチームが一丸になって頑張っていきたいと思います。また応援よろしくお願いします。さあ、それでは今日の試合ハイライトVTRで振り返っていきましょう。まずはダブルス、まあ、水谷田添と吉村真晴戸上のペアの対戦でした。渡辺さん、はい、まあ、これ本当に注目の一戦でしたね。そうですね、まあ、終わってみたらですね、やっぱり1ゲーム目の競り合いをですね、はい、ものにした、木下ペアですね、はい、これがやっぱり最終的に勝利につながったと。もう決して吉村戸上もですね、悪くなかったですし、2ゲーム目の勢い からしたらですね、もうこのまま持っていくんじゃないかと思われましたけれども、はい、最後さっき水谷がインタビュー言ったように、自分のチキータを信じて、自分のプレーを信じて戦った、これ大きかったと思いますね、はい。まあ、そして第2マッチのシングルス、木下が宝永町、そして、まあ、平野勇気との対戦になりました。まあ、これ結果的には3対0で宝永町、まあ、一つ何かもう、はい、宝永町の術中といいますかね、このペースだったんでしょうか。これはもう宝永町らしさを完全に出してしまい、はい、ちょっと平野はですね、今日反省すべき点がいくつかありますよね。まあ、ただですね、まあ、勢いに乗る琉球アスティーダーの中で戦ってるわけですから、はい、まあ、これを一つ反省をですね、またプラスに変えて頑張ってほしいなと思いますね、はい。そして旧監督がポイントとなしたこの及川が登場して戸上との対戦、ここいかがでしたでしょう。フルゲームになりましたね。これは本当にですね、もう戸上がやはりこう2ゲーム目を落としてしまったこと、はい、まあ、先ほど旧監督も言ってましたけど、あそこのタイムアウトを取ったことで流れをうまく変えれた、はい、でそのやり方をこうアドバイスすることを及川がかなり実践できてましたよね、ここすごく大きいんですよね。ですから、ただもう一回ね、戸上が3ゲーム目を盛り返した、それにもかかわらずですね、及川がうまくこう4ゲーム目スタートダッシュでもう一回イーブンに戻して勝ちにつなげたことはですね、及川自身の自信にもつながったと思うので、はい、これはもう一勝だけじゃなくてね、大きな、まあ、財産になっていくと思いますよ、はい。まあ、これで勝利を確定させて第4マッチでキャプテンの水谷がという、まあ、吉村和弘との対戦となりました。そうですね、はい、なかなかこうお互いにですね、らしさが出にくい、こう試合だったと思うんですけれども、はい、まあ、要所要所でですね、先ほど水谷キャプテンもですね、言ってたように、やっぱこう自分で崩すプレーですね、自分がうまくいかないときはこうミス出てるところをうまくこうついていく、やっぱこういうところが試合巧者、レジェンド水谷隼の底力を見せてもらったっていうような内容になりましたね。